い、皆さんこんにちは、サンディです。今回はこちらが届きました。だいぶ前ですけど1ヶ月前ぐらいかな。多分インスタグラムの方で写メ載せてると、写メそう、インスタグラムの方で載せてると思うんですけど、メイクアップレボリューション頼んでみたのでデビュー始めたいと思います。では始めましょう。 Wherever love goes there is also miseryIt's no mystery, and you and I, we got history, yeah. はい、そんな感じでもう1ヶ月ぐらい経っちゃってて、だいたいいつも私のレビューは1ヶ月遅れとか何ヶ月遅れなんですけども、やっていきたいと思います。で、今回はメイクアップレボリューションをなんで頼みたくなったかっていう経緯をまずお話ししていきたいと思います。でそれがなんと今もう見てる通りつけてるこのリップが原因でございます。メイクアップレボリューションの、公式インスタグラムが、日本のもありますけど、そう、日本のでもあるんだけど、外国の方のインスタグラムの方を、フォローしてるっていうのもそうだし、あと私が見てる YouTuber さんも、ビデオ作っていて、気になったっていうのがこのリップだったので、よし頼もうと思って、最初の方は全然公式の方には登場してなくて、販売いつやるんだろうと思って、で、チェックしてたら販売開始したということで早速頼んでみました。で、最初の方に、ね、送料とかその話をしていきたいと思います。2週間弱かな、2週間弱ぐらいで届きました。で、ただメイクアップレボリューションの悪いとこっていうか、あまりよろしくないところは、追跡番号が来ないんです。なので追跡番号がないので追跡することができないです。でもちゃんと届きます、ちゃんと届きます。で、重さによっての、送料になるので、今ちょっと見てたけど思い出せないので、ちゃんと調べてここら辺の下に載せておきます。で、一つ残念なことがありました。それが、メイクアップレボリューションって結構、ドゥープ、なんだろう、似たものを出すっていうのが結構有名で、例えば、トゥーフェイスのチーク、ハート型のチークだったりとか、あとトゥーフェイスが出すパレットたち、チョコレートの匂いするやつとかね、あると思うんだけど、あれのドゥープ似たやつを結構出したりするんだけど、そう、それでね、トゥーフェイスの、ピーチのパレット、あれを、似せたのがあって、まあ頼んでみようと思って頼んだんですよ。で、頼んだ時には、在庫があったので普通に買えたんだけど、普通に、もうお会計済ませて、で、私はペイパルっていうシステム使って、買ったんだけど、購入したんだけど、その日のうちかな、ペイパルの方から、支払ったけど、返金がありましたよみたいな。で、なんだろうと思ったら、結局そのピーチがなんか売り切れになってて、その分の返金しますっていう、まあそこだけちょっと残念だなって思いました。なので今回はそのピーチ以外のものはちゃんと届きましたし、ちゃんと、在庫があって無事届きました。では早速、買った商品たちを見せていきたいと思います。で、今ちょうど、話してた、一番最初に話してたこのリップに、のお話ししていきたいと思います。それがこちら、3つ買いました。今つけてるのがこのやつなんだけど、本当は欲しい色があったんだけど、やっぱこれも人気で、すぐ、人気の色はすぐなくなりました。で、まあなんとかこれはゲットできたので良かったです。あとはいつも使わない色、いつも買うような色たちじゃないけど、これに挑戦してみようと思って、こういった色、ピンクと紫、紫でも結構暗い目の紫になるんですけど、買ってみました。今スワッチ見てもらってると思うんだけど、確かにすごく似てるんですよ、カイリの。私が前にカイリで唯一持ってるのがリップなんですけど、それを似せたやつね。で、なんで似せたかっていうと、まあこの感じ、
もすごい似てるんだけど、ちゃんとリキッドリップとちゃんとリップライナーがついてきます。こんな感じですごく似てるし、色も似てるのがあるみたいです。で、これはまた違う機会の時にちょうどいい機会なので、比較をしていきたいと思います。カイリーのとこのメイクアップレボリューションのやつを比較していきたいと思いますので、お楽しみにそんな感じでリップが届きました。はい、ではここからパレット系いきたいと思います。で、パレットこれ結構有名なパレットで結構買ってる人多いんですけど、これね結構インスタグラムで見かけて、私が今回買った商品たちは全て日本まだ未発売のものになります。まだ日本にはそう来てないけど、まあ多分そのうち来るものたちになると思うんだけど、でこんな感じでパレットがちゃんと鏡ついてるんですけど、こんな感じの色たちになります。で、今外したけど、ここにちゃんとなんかアイシャドウの一個一個の名前がついてる、ものがあって、で、ブラシもついてます。こんな感じのなんかブレンディングできるような感じのと、普通のなんかフラットした感じのやつがあって、なんか結構柔らかいので使えそうだなと思いました。ちょっとだけ装置しますねせっかくだから。で、なんかねこれがいいなって思ったのは、なんか変わったなんかマーブルな感じのがあったりするのでいいなと思って、最近こういうアイシャドウにハマってます。まずここのやつ、なんかこれはハイライトとしても使えそう。うん、いい感じ。ちょっとなんかメタリック感じ、こんな感じ。これとか結構中間のこのところに使えそうな色ですよね。こんな感じです。はい、で次はこれにしよう。次はこちらです。パレットになります。でこれは可愛いなって思ったのが、自分が使ってる iPad のケースに似てて可愛いなと思って買ってみました。はい、こんな感じです。なんか一見 iPad な感じするよねで、こんな感じになります。そしてなんかこうやって見ると、なんだろう、ノートパソコンみたいな感じまあそんな感じです。で、開けてみると、はい、こんな感じです。で、これの好きなのは、なんか普通に旅行とかの時にすごいいいなと思って、なんでかっていうと普通にコントアリングとかできるし、ハイライトも揃ってるし、でチークもマット系もあるし、まあ、こういう感じのちょっとラメ感のあるチークもあるっていうのがすごく好きで、いいなと思って買ってみました。はい、こんな感じです。コントアリングついてるのがすごいいいなと思いました。で、ハイライトすごい今いいですよ。ハイライトみんなちゃんとハイライトしてるなんかね、あんまりすごいみんなキラキラっとしたハイライトってあんまりつけないかもしれないけど、ハイライトつけるとすごい雰囲気が変わります。なのでおすすめ。で、ここら辺がコントアリングとかに使えそうな感じ。で、どうしようかな、これとか、これがチーク、こんな感じです。かわいいでしょ。結構いいなと思ってこのパレット買って、そしてなんかいろんな季節に使えそうな色たちになっています。はい、でパレットはこれで最後になるんですけど、一番大物で、これも言ったらこれも欲しくて、注文が決めて、計画ずっとねメイクアップレボリューションなんか頼みたいなって思ってたけど、ここまで私がすごい惹かれるのがあまりなかったんですよ、正直ね本当にだけどこれをレビュー見た時にと思って、あまりレビューしてる人いなくて、だけどたまたま見た時にわーと思って、いいなーと思って買ってみたやつです。で、これもチークとかになるんですけど、すごく可愛いです。それがなんとこちら、可愛くないですか。これすっごい大きいんですよ。もうこれ見て、このでかさ、何と比べよう、 iPhone と比べようか。
まあ、iPhone のこのカバー今大きいのなんだけど、こんなにでかい、こんなに大きいやつを買ってみました。で、色がすごい可愛いですね。ベビーピンクみたいな、すごい可愛いでしょ。で、これもさっきのやつと同じで、なんだっけ、あれがついてる、コントワリングできるやつがちゃんとついてて、まあさすがに旅行先に持っていかないけどでもすげえ使えるなと思って。ほら、でこれさ、私おすすめしたいのは、それこそなんかね、お化粧のお仕事とかしてる方、これすごい良くて、コントワリングでもこんなに色がこんなに揃ってるんですよ。で、まあチークとしても使えるんだけど、すっごいいいよね。すごいなんかこう種類が半端ないですね。で、チークだけではなくてハイライトもちゃんと、ハイライトのこの色すごい可愛くて、見えるかな、なんかパープルみたいな色が見えるかな、反射して見えないかもしれない、こんな感じあ、これだったらすごい色がわかるかも、こんな感じすごい可愛くないですか、このハイライトすごいいいな、パープルなんですよ。この上はこういう感じ、見えるかな、若干パープル系、すごい可愛い。で、全部がマットじゃないのね。チークもなんかこのチークすごい可愛くて、ピンクっぽい、コーラルっぽいんだけど、なんかゴールドのラメがついててすごい可愛いです。で、まあこっちのコントワリングとかできるやつもついてて、でもこうやってか、うん、いい感じ。これね、コントワリングってすごい人によって使う色って多分違うの、本当に。で、すごい灰色っぽいのもあれば、やっぱ人それぞれの肌の色って多分違うと思うんですけど、でこれだったらもうすごい自分の好きなのが見つかる気がするよね。私そんな気がする。今装置したこの色すごいね、私的にみんなコントワリングするときにちょうどいい色な感じがします。こんな感じです。すごい可愛くない？もうね、なんだろう、コスメが好きな人は多分もうすごい惚れちゃう、このパレット。私すごい惚れちゃったもんそんな感じでパレットルーはここまでです。で、あとはもっと頼みたいのがあったんだけど、ベース系も頼みたいなと思って今回頼んだのはこちらの2つで、こちらは、下地になります。で、下地って言ってもクリーム系じゃなくて、よくある毛穴とか皮脂とかをコントロールしてくれる、下地なので、ちょっとシリコンっぽい感じになります。なので、どっちかっていうとやっぱ毛穴とかそういうの気にしてる人とか、皮脂とかね、混合肌の人とかね、すごいおすすめします。で、最近すごい使ってるんだけど、すごい良くて、シリコンでもいろいろ種類があって、すごく乾燥するのもあるし、使ってる時に早くにファンデーションものせないとすぐ乾いちゃってポロポロになっちゃうのもあるし、ものによってはすごい違うんですよ、こういう、下地って、シリコン系は。だけどこれはシリコンっぽいけど、結構滑らかな感じだから、ちょっとジェルっぽい感じ、そこまでジェルジェルしたなんかみずみずしい感じではないけど、すごいおすすめです。なので混合肌の人にはすごくいいなと思います。それから、こちらの方も買ってみました。で、これは、スプレータイプで、これも皮脂とかコントロールしてくれるものなので、なんだろう、もうお化粧終わった後にシュシュシュってやる感じのスプレーになります。これマックのやつとか入れてるやつね。で、これの、ベースのやつがあったの。多分なんだろう、化粧水みたいな感じかな、なんだろうな、下地っぽい感じなのかわかんないけど、それもいいなと思ったんだけど、結局それはやめちゃって今回はこれだけ買ってみました。で、これもいい感じに、なんだろう、
すごくコントロールってわけじゃないけど、まあ他のスプレーに比べたらいい感じで、本当にマックっぽい感じで結構好きでした。なんだろう、そこを化粧したものをもうなんか動かさないみたいな、そんな感じのことをしてくれるので、結構ファンデーションを持たせてくれるのが、この2つ結構持たせてくれるなと思って結構好きです。ただファンデーションによってこう相性があります。どうしても下地とファンデーションの相性っていうのはどうしてもあると思います。なのでメーカーによってはもしかしたら合わないかもしれないです。でも今のところ私なんだっけ、レブロンのカラーステイと使ったんですけどいい感じだし、あとマックのリキッドファンデーションとも使ったけどいい感じでした。 OK で私が頼んだのはこれだけです。でまだあります。メイクアップレボリューションはまあ、キャンペーンとかだったりで例えば商品 80% オフっていう時もあるし、本当に結構そういうのが頻繁に行われます。これは海外の公式ページの方の話です。日本はまた違います。なので日本の公式ページでは多分私が頼んだものはまだ見つからないと思うので、もし欲しい人は外国の方の公式ページで一応下にリンク貼っておきますので、もしよかったらそっちから飛んでください。で今回私が頼んだ時のキャンペーンはミステリーバッグっていうフリーのギフトがもらえるキャンペーンだったので、これはここに入っている全てはメイクアップレボリューションからのプレゼントになります。なので私は買ったわけではないです。で、すでにこのバッグの中身はインスタグラムの方の生放送の方で開封してます。なのでもう見た方もいるかもしれないけど結構ね私頻繁にインスタグラムの方で自分が使ってるコスメだったりとか化粧してる姿だったりとかを放送で流します。よかったらインスタグラムの方をフォローしてください。はい、そんな感じで早速ミステリーバッグを開封していきたいと思います。はい、でバッテリーやばいです。メイクアップレボリューションが結構推したやつ、私が買った時はすごい結構ね宣伝されてたやつなんだけど、こちらが届きました。こちらはハイライトになります。でそう、これね買うか買わないかすごい迷ってたのですっごく嬉しいです。はい、これになります。で中身はこれはランダムなので自分では選べません。だけどこれです。なので私の肌にちょうどいい色のハイライトになります。こんな感じで、こんな感じの色になります。いい感じだから、すごい嬉しかったんですよこれ。私ちょうどね買うか迷ってたのですっごく良かった、本当に嬉しかったです。で正直このミステリーパックは多分だけど売り切れになったものをまあプレゼントしてくれるやつ、多分人気のない商品とか、まあこれとか見ればわかると思うけど、これとかね、これはアイシャドウになります。はい、でこんな感じでアイシャドウが届きました。で結構可愛くて、この色とか結構夏とかに使えそうな色だなと思って、今年なんか日本パープルが来るのかな、なんか最近下地の色で結構ラベンダー色とか結構あったから、あれかな、紫来るのかなはい、では次いきます。次がこちらです。メイクアップレボリューションのコンシーラーになります。でコンシーラーもどんな感じかわかんないけどいただきました。あとはリップが届きました。でこのリップかわいいのがこんな感じで形がハート型になっています。それからもう一個リップが届いて、変わっててなんか透明だけどなんかこんな感じの、多分だけどなんかリップバームみたいな感じだと思います。色付きのリップです。これ驚いたのね、すごい驚いたのがこれ
メイクアップレボリューションのファンデーションです。でもこれは残念ながら私の色じゃないので、まあこれから使い道を探していきたいなと思ってたんだけど、ハロウィンで使えるかもしれない、うん、多分で、一応中を見せるとこんな感じです。で、一応ねマットフィニッシュって書いてあるから、マットで仕上がる感じだけど、ここを見るとわかる？この色、もうとてもじゃないけど私の肌の色じゃないこんな感じですだからこれは多分ハロウィンとかそういう時に使えるかもしれない、わかんないけど。はい、で次はこれも結構ね押されてる感があったやつ、リップグロス、真っ赤なリップグロスです。あとはこれも、これは結構私嬉しかった。これはスティックになってるチーク、これは結構私こういうの欲しいなと思って、スティックになってるチークとかは持ってなくていいなと思いました。こういう感じので、色も私好きな色なのですごい使えそうだなと思って、これはすごくいいです嬉しかったこれは。まあそんな感じで、もうミステリーバッグを終わりました。これは毎回やってるわけじゃないので、私的には結構キャンペーン的にメイクアップレボリューションのキャンペーンでおすすめなのはこのミステリーバッグがついてくるときと、あとはセールで 80% オフのときとかがおすすめします。はい、でこんな感じで、メイクアップレボリューションの、レビューを終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして結構私インスタグラムの方でいろいろ投稿したり、あと生放送したりしてるので、もしよかったらインスタグラムの方もフォローお願いします。そして関連動画残しておきますので、よかったら見てってください。で下の方には、今回購入した商品のリンクも載せてありますので、そちらの方もお願いします。ではまたねー。